川端です。よろしくお願いします。今回はですね、慶応義塾高校の問題です。連立方程式の問題ですね。 x たす y 分の1たす x 引く y 分の1イコール24分の 7x たす y 分の1引く x 引く y 分の1イコール24分の1。その時 x y を求めなさいという問題です。まあ、この問題はですね、正直解き方知ってるかどうかかなっていうところあります。まあ、知ってれば解けるし、知らなかったらね、ちょっと解けないかなと、そういった問題になっているので、分からなかった方はですね、ぜひ動画をね、しっかり見てください。それではね、解説していきたいと思います。まず、パッと見た時にですね、何が嫌だかっていうと、この分母にね、文字が出てくるところですね。そこが嫌なところかと思います。じゃあどうするかっていうことなんですけども、x たす y 分の1っていうのが上も下もあり、x 引く y 分の1っていうのが上も下もありますね。そしたら、同じものがあったら文字で置くっていうのが基本になります。なので、x たす y 分の1イコール、例えばラージ a、x 引く y 分の1イコールラージ b と置いてしまいましょう。そうすると、a たす b イコール24分の7。こっちが A 引く B イコール24分の1という具合に出ます。そしたら、こっからとりあえず A と B はね、求めることできますよね。A を求めなかったら足せばいいので、これで足して、2A イコール24分の7足す24分の1は24分の8。つまり、約分したら3分の1になります。したがって A イコール6分の1と出ます。また、A に6分の1をね、代入して求めてもいいんですが、まあ、引き算することによって、この元の式で A たす B イコール24分の7と、A 引く B イコール24分の1ですが、これ引き算すれば、今度は A が消えて B が出ますね。B 引く引く B、B たす B で 2B イコール24分の7引く24分の1、つまり24分の6、つまり4分の1という具合に出ます。そうすると、B イコール2で割って8分の1という具合に出ます。よって、こっから A が6分の1、B が8分の1と出たわけですが、今 A が X たす Y 分の1なので、X たす Y 分の1イコール6分の1ということです。また B は、もともと X 引く Y 分の1なので、X 引く Y 分の1イコール8分の1という具合になります。そしたらね、これ見比べればわかると思うんですが、X たす Y は6、X 引く Y が8ということで、また新たな連立方程式が出てきますね。X たす Y イコール6で、X 引く Y イコール8と。そうするとやはり同じような作業をして、辺辺足したら 2X イコール14。よって X イコール7。また、X たす Y イコール6、X 引く Y イコール8で、これ引き算すると、Y 引く引く Y で 2Y イコールマイナス2。よって y イコールマイナス1という具合に出て、x が7、y がマイナス1という具合に出るということになります。ということでね、このね、ちょっと分数になってる文字がね、分母に来てるものっていうのは、このままね、文字で置くことによって、解くことができますよってことですね。まあ、ちなみにですが、x たす y 分の5だとかだったらどうやって置くかって言われたら、この 5×x たす y 分の1って考えてください。そうすると、この x たす y 分の1を a とけば、これ、例えば 5a というふうに表現できるのね。もしもここが、ね、5とかになってたら、x たす y 分の1でそのまま a と置くことによって、やっぱり求めることができますよということで、ちょっとね、追加の知識として覚えておいてください。わかったかな？以上で解説終わります。では。